ロサンゼルスからこんにちは、ピアニストのジュンコ・ギャラットです。皆様お元気でしょうか？いつも私のレッスン動画を見てくださって本当にありがとうございます。またチャンネル登録も感謝しております。今日はですね、季節の色のお花を飾っています。で、この季節の色と申しますのもですね、こちらアメリカはですね、感謝祭が近づいてきているんですね。で、この感謝祭はサンクスギビングと呼ばれていて、毎年11月の一番最後の木曜日というふうに決まっています。で、その前後にですね、皆さんお休みを取られて、まあ、学校などもお休みになりますし、会社もお休みになりますから、そこで家族で集まったり、もしくは友人として集まったり、家族を旅行したりという感じで、あの1年の中でもいくつかあるホリデーのとても大事なホリデーの一つになっています。で、そのサンクスギビングのディナーで食べるディナー、メニューなんですけれども、いただくメニューなんですけれども、その中でも七面鳥とかいろいろあるんです。クランベリーソースとかあるんですが、その中の一つにパンプキンパイというのがあってですね、そのパンプキン、つまりかぼちゃですよね。で、かぼちゃ、つまりオレンジということでですね、そのこのオレンジっぽい色がですね、この季節の色になっています。ですから、かぼちゃを飾っているお宅もありますし、かぼちゃにちなんだものをデコレートしている方もいらっしゃいますし、いろいろです。お花をこういうふうに飾ったりとかして、このサンクスギビングに備えているという感じでしょうかね。そして、サンクスギビングが終わるとですね、翌日がブラックフライデーと呼ばれていて、ショッピングの日です。で、この日を目指してですね、そのすごく安くなったりするので、朝早くから並んだりする方もいらっしゃいます。でもですね、やはりオンラインショッピングが増えてきていて、サイバーフライデーとも呼ばれるようになっていてですね、随分そのショッピング の形式が変わっているようですけども、でもやはりそのブラックフライデーには変わりなくてですね、この日を待ち望んでですね、安くなっているものを目指して買いにいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。そして、そういう感じで、そのサンクスギビングが終わるとですね、もういよいよクリスマスということで、街中がクリスマス一色になるアメリカです。それでは今日のレッスンに入っていきます。今日はですね、テンペストの第一楽章の第3回目再現部になります。で、このソナタ形式のおさらい、簡単にしますけれども、 3部分ありますよね。で、日本語で言うと、第1番目の部分が定時部、第2番目の部分が展開、そして第3番目の部分が再現部です。で、これはですね、ソナタを弾く方であればですね、とても大事な言葉ですから、ぜひ覚えておきましょう。そして、その中で概ねあることとしては、第1テーマ、第2テーマというのがあるわけですね。で、コーダがあったりすることもありますね。この名前もよく覚えておきましょう。そして、このベートーベンのソナタに関してはですね、このテンペストに関しては、非常にその第1テーマ、第2テーマがヴェイグなんですね。なんていうのか、はっきりしないところもあります。で、第2楽章に至ってはですね、展開部がないと思います。というわけで、その杓子定規には行かないのがベートーベンのソナタですから、特に中期以降ですね、行かないところなので、やはりその分析力も高めながらですね、その分析をすることによって楽曲の理解を深めて、そしてそれをご自分の演奏に生かしていきましょう。それでは最初から、見ていきたいと思います。このラルゴですね、私と全く同じですよね。でも、ただし今回はレシタティーボで、この出だしの再現部の出だしのところ、レシタティーボですね、この独特のペダルをずっと長く踏んでいますから、独特のソノリティが求められます。非常にこのベートーベンの中期のあたりで多く
見られるこの弾き方なんですけれども、とても大事なあの感覚なので、よくこの今回で掴んでおきたいと思います。ですからペダルをずっと踏んでいますから、いろんな音が混じり込んでいることがとても大事なんですね。ですから逆にそのそうでないことを望まないようにしましょう。それがとても大事だということで、それをあの達成するためにあまりあのしっかりとしたタッチで弾かないということですね。ふわふわタッチで弾いていきましょう。そして今回で言えばですね、スラーも書かれていません。ですからあまりベタベタと音をつなげていかないということでしょうかね。で、その代わり書かれている音のリズムとかはしっかりと決めていく。例えば、副譜点分けていきましょう。そしてペダルはお休みの間もペダルを踏み続けて、次の音を弾いたら、そのピアノと相談しながらですね、あの素敵なこのソノリティをクリエイトするようにしてみましょう。で、ここのところの弾き方によってですね、随分このソナタの意味も変わってくると思います。ですからあのおざなりにしないでですね、このところであのしっかりとこのレチタティブを弾き切るということでしょうかね。で、その回でっていうのも変ですけども、私は第一テーマだと思っているんですが、この第一テーマが今度の再現部にはないんですね。ですから先ほど申し上げたように、ベートーベンのソナタは尺子定規にはあの分析できないんです。ですからその辺も少し分析力を高めていきて、あのご自分なりの解釈の仕方で、分析というのはですね、もちろん ある程度正しくしておけないといけないところもありますけども、ご自分なりの解釈でいいわけですから、ご自分がこう思ったらそれでいいわけですから、分析力を高めてですね、あのシャイにならずに、こうかな、自分こうかなみたいにして、ご自分でやってみるといいと思います。それでは次のところに行きますね。このラのフラットでずっと押さえてますね。その中でか次のテンポを少し考えて、どんなテンポで弾こうかなってことを考えて、入ったらもう揺るがないテンポで行くということですね。とても大事で、これをなんとか、なんとなく弾いていかないで、やっぱりこの厳しい感じでしょうかね。ピアニッシモで本当にたくさんのことをしていないけど、厳しくもなんていうかな、こう規律を守るみたいな感じでしょうかね。それをしっかりピッパッと弾く。これもあんまり重くならないで、跳ねていく方がもっとあるみたいな感じ。押さえるよりも跳ねる方の方に神経使うみたいな、そういう感じでしょうかね。もしかしたらメトロノームで少し練習なさってもいいかもしれないですね。そしてこの
レッシェンドはですね170章ずつここまで続いているというふうに私は解釈しています。ですからあんまり早くから強くなりすぎないようにして、まあ、この、 あの D メジャーのところあたりで、そうですね、メッツォピアノぐらいからメッツォフォルテに行く感じでしょうかね。このスラは、低自分の時も申し上げましたけど、とても大事だった。
9小節目の最後の拍のところでクレッシェンドですけど、それまでは弱く、しっかりと弾く、しっかりとした気持ちで弾くけども強くならないようにして、で私は逆にそのクレッシェンドが始まるところで少し気分弱くするぐらいにしています。教えてる時にもですね、このベートーベンのトリオをやってるグループがいて、そこでもですね、どうしてもスフォルツァンドを見るとみんなすごく強く弾きたがるんですけれども、そうではなくて、その元々のダイナミックスでね、これピアノの中のスフォルツァンドなのか、フォルテのスフォルツァンドなのか、メッツォフォルテの中のスフォルツァンドなのかによってですね、弾き方は随分変わりますね。ピアノの中でのスフォルツァンドをですね、フォルテのスフォルツァンドのように弾くとですね、全然このマッチングしない、その前後と合わなくなってしまうので、そこをよく考える。この場合もですね、ピアノの中のスフォルツァンドですよ。この最後だけフォルティスモなんですね。なぜかこの
説明はまだ残っているんですが、この2楽章への続き方もここいろいろご自分のなり の解釈の仕方があると思うんですけども、この最後の音 Dm のに和音の上にフェルマートをつけているんですね。ベートーベンはよくその小節線の上にフェルマートをつけることもあるんですけど、今回の場合は音の上につけています。ですからそんなになんかもちろんすぐに行くわけではないですよ。でもこのつなぎ方、こういう楽章と楽章のつなぎ方というのもとても大事でですね、どれくらい待ったらいいのかというのもとても大事です。ですからそのご自分で全楽章弾く場合はですね、とか他のムーブメントがたくさんある曲を弾くときもですね、それもちゃんと考えて加味して練習なさるといいと思いますよ。で、本番でやろうと思ってもなかなかできないので、ご自分の練習の時からそういうところも考えておきましょう。ではちょっと元に戻りますね。で、このところ、
章なんとなくつながっているんですが、2楽章に向けてつながっているような感じを持っていくといいと思います。それではですね、今日はこの第一楽章テンペスト、素晴らしいそのベートーベンのお話をしたり、もしくはシェイクスピアのテンペストのお話をしながらですね、で今日は感謝祭のお話もしながら、この定時部、展開部、再現部とレッスンしてまいりました。で今日でこの第一楽章終わり、そして来週からとても穏やかでピースフルで、本当に気持ちがあーってなるような第二楽章のレッスンに入ります。やっぱりこの第二楽章を弾いてみるとですね、激しい一楽章と三楽章の意味が出てくると思いますから、ぜひ勉強だけでもしてみてください。それではこの美しい来週は美しい第二楽章に入っていきます。で このレッスン始まるときにですね、3週間前に申し上げたように、生徒さんたちも教えてきてますし、コンクールなどで審査もしているし、勉強もしたけども、自分自身で演奏したことがないんですね、この曲ですから。自分でもこのレッスンをしながらですね、非常にこう充実したベートーベンの素晴らしいソナタを勉強できるということで、充実した気持ちになって、皆さんと一緒にですね、充実した気持ちになっています。それでですね、ちょっと早いんですけれども、来年の7月の第最後の週ですね、27日から31日、大人のためのピアノ合宿第3回目ですをやる予定にしております。開催するんですけれども、もうこれ本当に小さな会で、もうすでにですね、参加したいというふうにおっしゃっている方がいらっしゃいます。ですからですね、本当にお受けできてもですね、1人とか2人とか新しい受けられる と感じなんですね。ですからもしご希望があればですね、早めに私の E メールにご相談くださいませ。でこれ本当に小さい会ですので、個別にご相談しながら、このピアノ合宿はいつも毎年やっております。で本当におかげさまですね、第1回目第2回目ともですね、素晴らしい時間を持って、その音楽三昧で笑いの絶えない本当に笑いの絶えない素晴らしい時間を皆さんと一緒にしてですね、充実していて切磋琢磨した、そういう本当に5日間充実した5日間が持てましたので、来年もですね、そういうふうにできるといいなというふうに思っています。ですからもしご希望があればですね、早めに興味があるんだけれども、どんなものですかみたいな感じでご連絡くださいませ。こちらが私の E メールです。それでは今日も見てくださって本当にありがとうございます。